戸エリアは高原での酪農や畜産が盛んな地域。こちらでは10月下旬まで牛の放牧が行われています。本当に広々としてて気持ちがいい牧場ですね。そうですね。ここは大清水牧野といいまして、主に短角牛を育てている牧野になります。後ろに見える茶色い牛が短角和牛ですか？そうです。岩手短角和牛になりますけれども、大約90頭ほどここで飼われています。はい、放牧で育てているんですね。そうですね、はい。ここではですね、豊富な草がありますので、その草を母牛が食べて、で、豊富な、お乳を出して子牛を育てているということになります。この放牧場でストレスなく育つことによりまして、健康な牛に育ちます。はい、その美味しさの秘密はストレスなく自由に育つっていうところがポイントだったんですね。そうですね、はい。一年中こちらの牧野で育てているんですか？5月の連休明け、雪解けとともにですね、放牧をしまして、10月末まで、ここで飼われております。はい、二戸の岩手短角和牛は地元ならではの飼料で育てられているんだとか。特徴ある部分としては、南部せんべいの、はじきとか、あとはその雑穀のぬかとか、そういったものを餌に混ぜてですね、脂身が少なく赤身が多い牛と育っております。はい、牛に南部せんべい。牛も南部せんべいを食べて育っているんですね。そうです。はい、面白いですね。人間と同じで、やっぱり美味しいものを餌であげることによって、そうした美味しい赤身肉の牛に育つということなんですね。そうですね、はい。それは二戸地域ならではですね。そうですね、はい。どうしてそういう試みをするようになったんですか？どうしても食品残差といいますか、そういったものが、出るという部分があって、それを活用できないかということで提案をいただきまして、県の方々からもご協力いただいて、そこで、試して、で今の配合割合ということで与えています。はい、食品を余すことなく還元して、さらに美味しい牛に育ててるということなんですね。はい、はい、そうです。はい、短角和牛は美味しいのはもちろんですけれども、二戸にはまだまだ美味しいお肉があるんですよね。そうですね、独自の、配合で育てて、いますブランド豚、そして、日本でも、トップクラスの、ブロイラーございます。そういった部分で、それら、合わせてですね、三大ミートということで、宣伝させていただいております。牛だけではなく鶏も豚も美味しい、それが三大ミートなんですね。そうですね、はい。二戸自慢のご当地肉、二戸三大ミートを使用したお料理は、二戸市内の飲食店などで提供しています。訪れた際はぜひ。金田一温泉郷にあるおもてなしの宿おぼない、昭和レトロな風情あふれる温泉宿です。金田一温泉は南部藩の湯治場だったことから、侍の湯と呼ばれ親しまれてきました。近くには真部地川が流れ、カヤックやサップなどを楽しむことができます。こちらは宿泊の二戸まるごとプランで提供されている二戸づくしのお膳、うれどり、サスケ豚、岩手短角和牛などの二戸三大ミートはもちろん、お米や野菜、果物に至るまで地元の食材を使用、とことん二戸にこだわっています。ではでは、これは卵を、はい、割ってですかね。そうですね、割っていただいて絡めてお召し上がりください。はい、もうこのね、とろーとした黄身に、黄身をまとわせて。
わー、口の中に幸せが広がります。割り下が甘みがある、はい、味付けですけれども、それに負けないくらいのこの短角和牛の旨味っていうのが本当に噛めば噛むほど口の中に広がって、はい、本当に美味しいですね。牛に続き豚、はい、わあ、この分厚さ厚いですね。そして綺麗なピンク色、すごく噛み応えが弾力があるんですけれども、本当に柔らかい、はい、歯触りで旨味がものすごく出てきます。そちらの方は低温調理になってるんですけども、お肉の旨味をこうその分厚さでも保ってほしいので、そういう調理方法になってました。うれどりの出汁とその身がですね、さいさい鶏っていう地鶏でして、さいさい鶏ですね、はい、お肉もたくさん入ってますね。はい、さいさい鶏をいただこう。おー、うん、このプリプリっとした食感がさいさい鶏なんですね。はい、そうです。歯ごたえが抜群です。出汁がすごく染みてますね。はい、基本うれ鶏がメインで取らせていただいていて、出汁にその深みがすごく出やすいので使わせていただいてます。改めて三大ミートプラスお魚もそうですし、はい、果物もそうですし、お米もそうですけれども、二戸の美味しさっていうのは本当に計り知れないですね。まだまだ奥深いと思います。本当に二戸ってすごいですね。すごいんです温泉に入った後に地元の食材を使った料理に舌鼓。予約をすれば日帰りで食事だけの利用も OK。 元気になること間違いなしです。